川崎市内のほぼ中央を横切る田園都市線鷺沼駅脇に市営鷺沼プールが開場しました。毎日の暑さから逃れてマンモスプールは連日大変なにぎわいです。このプールは水道局の排水池の上を有効に利用しようと川崎市が整備したデラックスなプールで、7000人分のロッカーが備え付けられ、いろいろな形をした5面のプールが緑の芝生に囲まれています。プールは幼児用から大人用の六角プールまで揃っています。緑の芝生に囲まれたプールで真夏の太陽を浴び、一家団らん健康なひとときを過ごせるようになっています。このプールは8月いっぱい毎日9時から6時まで開いています。